こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、覚えるのが苦手な方に対して、どうやって覚えていくのが効率的なのか、また効果的なのか、その具体例として一つですね、アドバイスをさせていただければと思います。まあ、今回は具体的なやり方までお伝えしますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。もう早速やり方についてお伝えしていこうと思います。まずやるべきことっていうのは、覚えられていないルールを抽出すること。これはルールだけじゃなくて問題でも大丈夫です。解けない問題というものを抽出するっていうのでもいいですし、覚えられていないルールを抽出する。どちらでも構いません。例えばルールであれば、第三者から詐欺を受けた場合、その第三者が善意無過失であれば、詐欺を受けた者は第三者に対抗することができないとか、そういったルールを一つ一つ抽出していくんですね。で、抽出の仕方については、例えば、パソコン使っているのであれば、パソコンのワードでまとめるとか、箇条書きで列挙していくとか、またスマホであればメモ帳に列挙していく。まあそういった流れでも大丈夫です。問題を抽出する場合は、問題と回答、まあ及びあと解説っていうのかな、ポイントとか、まあそういった部分を合わせて、ワードだったりとかメモ帳とかでまとめていくっていうのがいいと思います。で、二つ目ですね。二つ目は、それをグループ分けしていきます。まあ、今回は10個から20個ぐらいで分けるって書いてあるんですけども、まあ、これは別に何個でも構いません。あなた自身が1日で復習できる量を設定するのがいいと思います。例えば私の場合は、お手洗いに行くときに、まあ、2分ぐらいかな。2分ぐらいで勉強できる量を A4 の紙1枚にまとめていたんですね。そこにはだいたい10個ぐらいのポイントをまとめていました。なのでお手洗いで10個のポイントを毎回読むっていう感じです。これっていうのはもう暗記部分だけなので、それほど考えなくてもいいんですね。だから10個であったとしても、まあ2分ぐらいで終えることができたんですよ。だから私は10個で設定しておりました。まあちゃんと復習時間が取れるとかっていうのであれば20個とかでも全然構いません。で、とりあえず、まあ10個とか20個とか、いくつかグループ分けをしていくんですね。1日にできる量をグループ分けしていきます。で、今回は例えば、10個のグループを7つに分けたと仮定します。なので、まあ、70個のわからないポイントがありました。それを10個ずつ分けました。7つのグループに分けました。A、B、C、D、E、F、G。7個に分けたとします。で、これを一つずつ復習していくんですね。例えば月曜日は A のグループ復習します。火曜日は B のグループを復習します。みたいな感じでやっていくんです。で、そうすると、A のグループを月曜日に復習した場合、翌週も A のグループ、1週間後、復習またできますよね。そうすると、1ヶ月で4回復習できます。まあ、こういった流れを取っていきます。例えば、8個に分けたというのであれば、1週間後じゃなくて、8日後ですね、8日後に復習するっていう形になります。別にそれでも構いません。で、もう3回とか4回復習していくと、覚える内容ってやっぱあるんですよ。で、そういった内容は削除していきます。で、そこ抜けるじゃないですか。例えば10個分からないものがあって、例えば3つ分かるようになりましたっていうのがあれば、その A のグループは7個分からない状況のまんまですよね。残り3つ空きがあります。で、これについては復習している間にも勉強は進めているわけですから、おそらくまた分からない問題出てくるんですよね。覚えられていない問題とか、覚えられていないルールとかが出てくると思いますんで、そこに追加をしていくといった感じです。で、また復習をして、覚えられた問題は消していく。で、追加で覚えられていない内容を入れていく。といった感じにしておりました。で、今言った内容ってデータで保存されているじゃないですか。パソコンのワードだったりとか、メモ帳だったりとか、スマホのメモ帳だったりとか。で、今消していくって言ったんですけども、消していくっていうよりも、消すよりも別の場所に移しておくって言った方がいいと思います。とりあえず一旦覚えられたっていうのであれば、覚えられたファイルっていうものを別途作っておいて、そこにまとめておくと。そうすると、例えば2ヶ月後とか3ヶ月後ぐらいになるとまた忘れている可能性あるので、またその時にそこだけを復習するっていうことができますよね。そうすると、隙間時間を使って復習することが可能です。実際私はそれを2分ぐらいのお手洗いに行く時間でやっておりました。なので、これ習慣化できると、それほど復習っていうものが辛くなくなるんですね。はじめはやったことがない内容なんでめんどくさいなって思うかもしれないんですけども、やってしまうと意外と慣れますし、それほど苦じゃなくなってきますので、ぜひやってみてください。そして弊社レトスは個別指導を行っております。個別指導では、宅建に合格するために必要な理解学習、どの部分を理解しなければいけないのか、どうやって理解しなければいけないのか、そういった部分を中心にお伝えをしております。
理解学習ができれば宅建試験1回で合格できますんで、次の試験で絶対合格したいという方はぜひ個別指導ご検討ください。予備校とか通信講座とかでは教えていない内容です。しっかり本質を頭に入れて応用問題も解けるようにしていきましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。